皆さんこんにちは、カノンチャンネルのせーの、カノンです。先日私の動画にこんなコメントがつきました。この間初海外に行ったらニーハオって言われて中国人に間違われました。なんかそれ言われた後すごくモヤモヤしてます。これって差別ですか？っていう内容だったんですが、まあね、これ海外に行ったことある人だったら絶対に経験することなんですけれども、私が一番最初に行った英語圏は小学校6年生の時に行ったニュージーランドなんですが、やっぱその時もニーハオって言われてたから、公園でシーソーして遊んでたら隣に現地の女の子がやってきたんよ。で、あ、中国語喋って中国人に間違われようぜって風に言ってニーハオとかって風に言ってたら、その女の子に話しかけられて Are you Japanese? って言われた過去があるんですけどね。大失敗したんですが、それが差別かどうかっていう風に言われると、私は差別だと思いません。なんでかって、世界には中国人の人口の方が圧倒的に多い中で、何々人だっていうのを向こうは知り得ようがないからです。相手が日本人だって知っている上で違う言語とか言ってきたら、それはそうなり得るかもしれないけど、向こうが知らないのに言ってくるっていうのは、それは差別に私当たらないと思います。だけどこれって正論やよな。ということで、私もね、モヤモヤしてきた立場でもあるから、すごくその気持ちがわかる。だけども、それは差別じゃないっていうふうに思えた話をね、ちょっと今日はしたいと思います。まあ確かにね、海外でニーハオって言われてモヤモヤする気持ち私もわかるよ。世界に結構私いろいろ行ってたり過ごしてたりすると気づくことがあるんだけれども、他国にね、いろんなお国柄があるように、なんか私が思う日本人の気質の中にどういう自分かっていうのを知ることが好きな国民性なのかなって私は思ってます。どういうことかっていうと、例えば血液型。日本人って血液型聞かれたらさ、4つのどれかを答えるやん。ちなみに私何やと思う？ AB。で、日本だったら血液型占いで A はこんな性格、B は、O は、AB は、みたいな、あるわけやん。で、私もね、血液型占い大好きだからさ、そんなノリでイギリス人とかの友達に聞いてみたら、え？血液型？知らない。え？なになに？知らないってどういうこと？みたいな。で、他の友達に聞いてみると、B マイナスだったかな？とか言われたり、なんなら知らないの方が多かったし、てかその前になんでそんなこと聞くのって言われたりしたわけよ。話をいろいろ聞いてみたら、そもそもこんなに世の中たくさんいるのに、4タイプに分かれる方がおかしくない？みたいな。いや、確かにって思って、なんかもうグーの根も出なかったんだけど、それはね、イギリス人に限らず、いろいろ聞いてみてもそうだったの。そこで思ったのは、血液型占い好きなの、日本人だけじゃない？みたいな。で、他にも考えてみ見たら、あの星座、自分は蟹座、獅子座、乙女座、牛座とかさ、私サソリ座なんやけど、そういったのも海外にはないわけ。そういうのを考えてもね、なんか私が思う日本って、多分これね、韓国と中国も同じような感じだと思うんだけど、どんな自分かを知るためにこういったものに当て込みたがるって言ったらあれだけど、そういったものが好きなお国からなんだなーっていうのを私は思いました。だから海外でニーハオって言われるのと一緒で、私 AB 型なのにクワ型って言われたんだけど、めっちゃなんかモヤモヤするのと、私日本人なのに中国語でニーハオって言われちゃったわ、なんかちょっともやるわ、と一緒なわけ。わかる。で、それを逆に差別としてしまったら、その間違えられた血液型を自分が差別してることにならん。例えば私 AB なのにクワ型って風に言われました。え、嫌なんですけどクワ型みたいな、っていう風に言った瞬間に、多分私は無意識にクワ型のことを差別してることになる。だからね、私がクワ型のこと別に好きだったら、あ、違いますけどっていう風に終わるわけよ。でもこれあれだよ、クワ型っていう存在がさ、嫌なものっていう感じで周知されていたとしたら、それを分かってた上で、お前クワ型やろっていう風に言われたら、何言っとんや、クワ型ちゃうわっていう風に思うけど、相手が知らない中で言ってきてるんだったら、それ私は差別にならないかなって思います。で、私なんかはさ、結構いろんな国の人種に間違えられるから、いろいろコメント聞くと、私が何人に見えるのかっていうのは全部なんかその身につけてるものとかアクセントとかそういうところで判断向こうがするみたいですね。でもそういうのもなんかその人たちが自分なりに培ってきた経験から来るものであって、その経験がねあんまりない人とかだと、やっぱり私たちのことを見分けつかないわけだから、普通にニーハオって言っちゃうよね。てかそもそもアジア人の7割が中国人なら、10人に7人ニーハオって言っとけば合っとるからな、向こうからしたら。だからね、間違われてもええねんっていう風に私は思うようになりました。でもこれ逆に考えてみると、日本で白人を見てハローって言うのと一緒でさ、その人がスイス人であろうがオーストラリア人であろうが、私たちから見たら見分けがつかないから、それと一緒です。いや、もう確かによ、最初は本当にわかるよその気持ち。で、最初ね、そう言われるとなんかモヤモヤしてくんので、その次になんかだんだんとなんか、え、これ差別されてるんじゃねっていう風に思い出すわけだけど、あ、これは差別じゃなかったっていう風に思う時が来ました。この動画で言いたいのは、もうね、誰も悪くないってこと。間違える方はそも
そも中国人の母体数が多すぎて見分けつかんし、私たちだったら知らないのに決めつけられて言われるのなんかなんなんっていうのもあるし、自分のことを知ることが好きな国民性だから、ちょっと違うこと言われるとえ何みたいな風に思うっていうだけのことであって、誰も悪くないっていうのがなんか結論ですね。いやからね、まあ、次もし海外でニーハオっていう風に言われたとしても、逆にそれで遊んでやったら逆に面白いよ。 No! I'm Japanese! っていう風にちょっと反論するとか、本当にその場だけで終わる会話だったら全然遊んじゃっていいと思うし、そうしたらね、なんか全然嫌な記憶として残らなくなるからな。私だったらこういうことがありました。イギリスで中国人に間違われてニーハオって言われたんです。なるほど、来たぜ来たぜ、中国人に間違われたぜ。だったらもうこのまま相手どうせ分かんないし、私中国人になりきってるかと思って、ニーハオ我叫华英人是你很高兴我爱你好吃みたいな感じでちょっとマジ知ってる限りの中国語を言ったわけ。ほしたらあーってまさかの2カ国語喋れる人やったーみたいな。ちょっと私も反撃しようとしたらカウンター食らったからさ、まあ、この教訓を機にですね、私はもう中国人のふりをすることはちょっとやめましたね、っていうことがありました。